鈴木啓介は、日本の政治家、元大倉官僚。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党財務金融部会長。国土交通大臣政務官兼、内閣府大臣政務官、自由民主党青年局長、財務副大臣、外務副大臣を歴任した。東京大学法学部第三類卒業後、大倉省に入省。国際局総務課に配属される。 2000年7月、国際局開発政策課。その後、福岡国税局勤務、ジョージタウン大学フェロー、ニューヨーク副領事、厚生労働省職業安定局出向などを経て2005年8月に退官。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙に、比例南関東ブロック単独で自民党から立候補し、初当選。 2006年12月9日、麻生派の旗揚げに参加。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では、引退表明した同じ派閥の鈴木恒夫の後継者として神奈川7区から立候補したが落選。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、再度神奈川7区から立候補し、当選、国政に復帰した。 2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で参戦。第3次、安倍内閣で国土交通大臣政務官兼内閣府大臣政務官に任命される。2017年10月、RF ラジオ日本で黒田ありさと組んでスパークイグニッション担当開始。 10月22日の第48回衆議院議員総選挙で立憲民主党の中谷和馬、希望の党の新人を破る4選。2018年10月4日、第4次安倍改造内閣で財務副大臣に就任。2019年9月13日、第4次安倍第二次改造内閣で外務副大臣に就任。2020年10月、 財務省と金融庁所管の政策を扱う自民党、財務金融部会長に就任。同年11月、自民党金融庁社会幹事長代行を平任する。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で中谷に接戦に追い込まれるも新勝し午選。所属する議員連盟。ありがとうございます。